皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。本日5月27日土曜日、一字が万事は正しいかという題でお話をしたいと思います。一字が万事、辞書で調べてみると、一字を見れば他のすべてのことを推測できる、そういう意味ですね。確かにそうだと思います。その人の一つの行動を見てね、ああこの人の全体はこうだな。でもそれは憶測であり推測であり正確であるとは限りません。一字が万事、通じないこともあります。一つ悪いことがあったからってね、この人が全部悪人か決めていいはずがありません。誰にでも悪いところはあるけれど、良いところもあるんですよね。一度失敗したらもうこの人はね、人生終わってしまう、もうダメなのか、早合点もいいところですよね。取り返しのつかないような失敗をしたとしても、どんな過去があったとしても、それは人生の一コマであり、やり直すことができるんだ。神はそこから救い出してくださり、セカンドチャンスを与えてくださる。その時はいつ？今？今度？明日？そのうち？今ですね。今でしょ。見よ、今は恵みの時、今は救いの日だと聖書は語ります。今日どんなね、一字が万事のようなね、その人から評価されたとしても、今日あなたが大丈夫だと言われた神を見出し、このお方と一緒に行く、そしてこのお方にすがりついていくならば大丈夫だ。ホザナ、ホザナ、ホザナ、高らかに、ホザナ、ホザナ、ホザナ、高らかに、主よ、あなたの最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画を見てくださいね。その時までごきげんよう。さよなら。